皆さん、タマです。この動画ではアニメゆるキャンシーズン2第2話後半パートの考察を行います。この動画にはゆるキャンアニメ1期2期そして漫画原作のネタバレが含まれますのでご注意ください。2話後半は漫画5巻第26話1年の始まりが原作になっています。第2話前半第1話の考察動画は概要欄にリンクを貼っていますのでよかったらご覧ください。それではこの動画の内容です。2話後半はそれぞれの登場人物のシーンを行ったり来たりします。そのためそれぞれの元旦の迎え方についてまとめようと思います。まずはソロキャンで元旦を迎えたリンについてです。年越しそばを食べて新年を迎えたリンは初日の出を見に静岡県磐田市早朝の福出海岸へ向かいます。何もない浜に鳥居が立つ景色は非日常的で神秘的です。そんな不思議な空間ですが、漫画原作ではチャリティー賽銭箱のカタカナのせいで俗っぽくなってしまっているとリンは突っ込んでいます。とはいえ初日の出は案の定とても美しく、写真を撮影しなでしこに共有し満足したリンはキャンプ場に戻ろうとします。が持ち投げをしているのを発見して結局ダッシュで参加。思いのほか取りすぎてしまい困っているところが薪を取りすぎるリンっぽくていいなと思います。さて叫びが終わったらキャンプ場を出発して岩田名物の豚足カレーを楽しみにしているリン。そのためにお腹を空かせておこうと思った矢先、移動販売のピザのいい匂いが。我慢しようとするも結局ピザと追加でポトフまで食べてしまうところが最高ですね。そんなタイミングでお母さんから電話があり、自宅近辺の道が凍結しスクーターでは家に帰れないから3日まで静岡で過ごしておじいちゃんのバンに乗って帰ってくるという流れに。急に2日間も時間ができてしまったり、なでしこからもらったカレー麺も転がってしまい、これからどうしようか悩み始めるのでした。続いてはノクルメンバーの元旦についてです。秋、犬子、鳥羽先生、そしてちび犬子で初日の出を見に身延山山頂へ向かいます。生徒のために元旦から車出してくれる先生超いい人やんと思うかもしれません。が漫画では実はクリキャンの際にハメを外しすぎたことの罪滅ぼしのつもりだということが描かれています。さすがグビネーですね。アキちゃん大好きチビ犬子は雪玉をアキの服の中に入れたりお年玉をせがんだりとちゃっかりしているところが憎たらしくも可愛いですね。身延山山頂へはロープウェイで向かいます。ロープウェイはまあかなり密な様子でコロナのない世界に戻りたいなと思いました。ロープウェイから見える夜景を見ながら綺麗やね葵ちゃんというチビ犬子、本当に楽しそうで微笑ましいです。山頂でお団子を食べる面々、串を切って幸運を祈るというのが縁起がいいですね。個人的には湯葉味のお団子を初めて見たので食べてみたいなと思います。そして朝7時前身延山山頂から見える初日の出もとても綺麗でいい感じです。秋が写真を撮ってなでしこに共有してくれていました。初日の出を見終わった4人、これで解散かと思いきや秋の提案で2回目の初日の出を見に行きます。それは富士川町高折で7時50分に見えるダイヤモンド富士。ただ初日の出まで時間はもう少し間に合うのかというところで唐突にイニシャル D が始まりました。漫画では表現しきれない躍動感はもうアニメならではでしたね。めっちゃおもろかったです。鈴木ハスラーで法定速度を守りながらグビネーが投了を決めるところが最高です。どう考えても時速3、40キロには見えませんが、まあ、アニメなので OK です。しかし、残念ながら秋が時間を間違えていたため、太陽はすっかり昇ってしまっていました。本当のダイヤモンド富士は7時20分、なんと30分も間違えていました。まあ、車に乗ってる時に明るさで気づきそうなもんですが。こんな秋の間違い散った画像は汎用性が高そうですよね。余談ですが、アニメだとダブルピースで、漫画だと片手ピースになっています。ちなみに Google マップによると、身延山ロープウェイの駐車場から富士川町高折まで車での移動時間は50分程度かかるとのことで、どう考えても7時前に初日の出を見た後に7時20分のダイヤモンド富士を見に行くのは無理そうなんじゃないかなと思いました。ということで、犬子とちび犬子に怒られて、ノクルの元旦は終了です。続いては、なでしこの元旦についてです。なでしこは、元旦から年賀状配達のアルバイトをしています。なでしこみたいに元気な子に年賀状をもらったら、
新年最高のスタートを切れること間違いなしですね。そんななでしこに、リンと秋からダブル初日の出の写真が届き、笑顔になるなでしこ。アニメ1期第5話、漫画2巻第8話のなでしことリンが別々の夜景を見て写真を交換したシーンを思い出しました。別々の場所にいても、それぞれの景色を見てシェアして、一生感じられるというのが、ゆるキャンらしくて最高だと思います。そして再び、年賀状配達を頑張るぞと言って再会するなでしこなのでした。そして最後は、エナの元旦についてです。布団が好きすぎて、リンから結婚を勧められたが、こたつと結婚しているという衝撃の事実が、第1の10話で発覚したエナ。寒い冬に早起きして、初日の出を見に行ってるわけはなく、しっかり9時に起床して、登り切った初日の出とちくわの写真をリンに共有するのでした。この写真も3話のオープニングに使われるかもしれませんね。ということで、この動画の内容は以上です。3話以降についても、アニメ放送終了後に考察していければと思います。ゆるキャンシーズン2は各テレビ局や動画サイトなどで見れますので、また皆さんと感想などを共有できたら嬉しいです。ということで本日のまとめです。この動画が少しでも良かったらチャンネル登録といいねしていただけると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。